あ、こんにちは。はい、はい。前回はですね、これか、盆栽世界とのコラボ動画で使ったこれの真似をして、やってみようということで、8センチ盆栽を作りまして、はい、今日はですね、やはりどうしてもこれがやりたい。これですね。5センチですね。というために、これも盆栽用のさんで、仕入れてきたこんなような木ですね。これでなんとか作ってみようというふうに思います。とりあえずこいつでチャレンジをしてみたいと思います。それでこれで、はい、なんかこのやり方を覚えてから、いろんな心拍形のやつ、うん、はいはい、なんだろう、選択肢増えた感じが。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、結構まあどうでもなるっていうことですよね。そうそうそう、これできするかなとかできそうかなみたいなね、はい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 、そうですよね、自由だっていうことですよね、はい、自由ですはい、じゃあこれでやってみたいと思います。まずムダ毛処理ですね、はい、はい、パッと見ちょっとねこれ下焼けしてますけど大丈夫なんで、でこういう内側から出てるようなこういう、あ、これか、こういうやつですね、こういうの取っていっちゃいます。曲線の内側。あ、そうですね、そうですね、幹の曲線の内側。曲線の内側ですね。これはちっちゃいな。これも、あ、動画撮るのも大変ですね。何をやってるかよくわかんないですね。よくわかんないですね。これも多分いらなくなると思うんで、この内側ですよね。なんかあんまり枝がないんで、そもそも取るも何も、まあ、これはいらないですね。もうほとんど取る枝もないですね。これに針金かけんですね。ねえ、ちょっと怖いですね。細かいのもかけるんですね。そしたら1ミリしか持ってないんで、ちょっと枝が多いんで、あ、これもこれも下が出てますんで取っちゃいます。もう先端のあれだけでいいかもしれないですね、これね、玉でね。そうすると意外となんかこう無理できるかもしれないです、玉だけで。やっぱ大野さんのやつだから、うん、ちゃんと熱見してる感じが。ああ、そうですね。ね、小さくてもそうそうそう、ちゃんと葉ができてる感じ。そうなんですよね、こんもりこう出来上がってる感じしますよね、うん、玉っていうかね、うん、しかしあとね、これだけちょっと一番これですね、低すぎるって、うん、あの低い枝はいいんですけど、ちょっと低すぎるってのあるんで、これ取っちゃいますね、うん、はい、はい、で大体あの先端のこうポン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 っていうところだけ残した感じで葉っぱを取った状況ですね、はい、じゃあ針金をかけていきましょう、うん、はい、確かに太い針金の2本掛けっていいかもしれないですね。そうですね、最初はその方が安全ですね。これなら多分 2.5 でいいんですけど。確かにって言ってもわかんないと思うんですけど、自分で言って自分で納得してるって。さっきね、2本の方がいいかもって話をしてたんです。そう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 、だから幅広っていうのも一ついい気がするんですよね。そうそう、うん、もしかしたらですけど、将来そういう板羽のアルミとかねそんなだから平たい、平たい、そう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 、そんなようなやつも出るかもしれないですよね。 あってもいいですね。ね、でもうこう被覆するようにしながらこう全体で曲げちゃうとかね、売れるかも、売れるかもしれない。あ、いいこと言っちゃった。ラファイアいらないみたいな、ね、そうそうそうね、兼用 あのアルミなんていうのもパクられる、これやばい、言っちゃったじゃあ2ミリを、2本、うん、かけるようにしますね。今の段階では全くあの想像できてません、正直。動画としては、ええ、なかなかよくわかんないですね。ええ、あ、これが？そうそうそう、何やってるのか。何やってるのかよくわかんない。あ、そっか。今幹に針金かけてるんです。そうですね、幹にラジオペンチで針金をかけてると。で今回は小枝の先の枝っていうのがほとんどないんで、そのまま全部小枝にかけちゃうと。はい、細かな針金かけがずっと続く。うん、そうですね、わけですね。はい、この後もう1本 2.5 をかけて、はい、であとは1ミリか 1.2 ミリですね。なるほど、はい、それでかけてきますんで、しばしお待ちください。お待ちください。はい、ということで針金かけとりあえず終わりました。今回は細かいあの針金を、じゃあ細かい枝も針金をかけてですね、1.2 と 1.0 ですかね、かけました。で前も言ったんですけど、こういう太い針金に加えてこういう小枝を作る針金ですよね、小枝にかけた針金かもうまた幹に、かけることによって曲げやすくなると、no. いうようなことが思います。で、今回もですね、畳みながら模様着を作ってみたいと思います。模様着、はい、まず畳めるところからですね、この辺をまず一回グッとここを地べたにつけると、これをですね、これをね、下に下ろしてですね、はい、こことここを畳み込んで、ね、これを下に地べたにつけるというところからやってみたいと思います、はい、プライヤーで
やればキュッといけばそのままいくんじゃないかと思う。まあこの細さなんでね。ああ、これなんかここ割れてるな。大丈夫かな。ああ大丈夫かもしれない。びっくりした。なんかパカッと割れた気がしたんで。これでここですね。ギュ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 ッと。動いてますか？動いてますね。包み込んで。ただ固定されるかどうかわかんないんで、ここもまた。こことここですね。はい。縛ると。縛るということですね。なんかため息が多いです。なんかね今日は悪いことがあったりいいことがあったりで、はい、お疲れのようです。お疲れですね。もう盆栽を全部売っ払おうかっていうところまで落ち込んでてね。もう盆栽級の動画も今日も最後じゃないかってぐらい思ってた。盆栽はやめると、うん、お祭りも、もう盆栽祭りも来ないぐらいの勢いで言ってましたが、言ってたんですが、先ほど、盆栽また買ってました。買ってました忙しい人です。急に嬉しくなってですね。そうですね、やっぱり人との出会いっていうんですかね、ありがたいですよね。いい人との巡り合いっていうのがね、これ見てるかもしれないですねまあでもそういうね、人の優しさっていうかね、それがやっぱり人の人生を変えるわけですからね。これでも視聴者は分かってる。分かんないから何言ってるか。何言ってんだって。まあいろいろあって疲れてるという。疲れてるってことですね。盆栽人生、また危機が乗り越えたということで、はい。すごいですね。もうなんか大丈夫ですね。割れてないですね。皮はね結構パリパリはいってますけど。うん、とりあえずこんな感じですね。うわぴったり、うん、くっついてる感じ、くっついた感じですね、うん、で地べたにもくっついた感じですかね、はい、はい、これできそうですね。でこれなんか似てますよね。ここなんとなくね、そうですね、なんとなく似た感じに。もうちょっとかな。あなんか曲がった、引っ張ったら次ですよね。次をどうするか、まあ、とりあえずこっちでしょうね。こっちに。そうするとこの枝が潰れちゃいますね。潰れちゃう。潰れちゃうってことは、こうねじりながらこっちへ行けば。ごめんなさい。わかんないですわ。わかんないですね。ちっちゃくて。向いてないかもしれない。ない動画に。動画に。これを。はい。その位置でお願いします。その位置でね。ぐっと。こう持っていくんですね。なるほど。もうなんか幹に寄せてるんですよね。幹に寄せてるんですね。いった。で、こいつらをどかせながら、今度ここを畳み込む。はい。うん、あれはなさそうですね。ここをまず畳んで、うん、畳んで、後ろへ持って。今後ろの、これもまたくっつけようとしてますね。そうですね、くっつけようとしてますよね。これで3本。あ、本当に似てますね、10本。ね、なんとなくね、ここがくっつけばいいんですね。教科書。中から出てくるんだよな、これだけど。まあそれは。これはね、ちょっと、ね、特殊ですよね。特殊ですよね。ちょっと下げるためにはここをもう一回下に下げたいですね。今これにくっついてきたんですけど、さらに一回ちょっと下げてみます。軸ですか、ね。軸ですね。芯ですね。芯をまた下げると。下げる。下げてあげるんだろうな、きっとこれ。ああそうで、これ何種類かあったんですけど、とりあえず150センチのやつを私はできるだけこう厚いやつに力がかかるようにですね、はい、でもう一つはこういうふうにちっちゃいやつもあったんですね。手の中にずっと持ちながら、うん、だけど多分力が入らないと思ったんで、あの力優先で買いました。でなおかつバネ付きのですね、はい、やつを買ってます。私も同じようなの買いましたそうですね。これね、ここを下ろすとこう単調になっちゃうんですね。ぐるんぐるんと。これをね、これをね、はい、下げたいんですけど、そうするとこっから来てぐるんぐるんになっちゃうんですよ。こっち側からするとこう回転してここ出てきてるんで、もう一回下げちゃうとそれなんで、はい、ここはあえてここでやめてこっちを持ってったと。じゃこれをもう一回ここら辺で下げて、そうそう、こんな風にやってましたね。ここに余計なね、枝をどかしながらどかしながら、うん、やっぱりでも潰したいな、ここ。よく分からなくなってきました。
曲げるポイントみたいな3つぐらいでこう出すのはどうですか。あ、曲げるポイント、うん、例えば一つはやっぱ太い幹に見せるために枝一回下げて幹に寄せるみたいな、うん、あ、まあそうですね、それポイント一つですよね。そうですね、うん、他なんかやってても何なんだろう何しろ単調にならないようにはしてますよね、あの動きが。その幹ですよね。あ、幹がね、幹、うん、もう一個はまだこの後の作業ですけど、うん、枝ぶりですかね。そうですね、まあ、枝ぶりはね、あの空間がないように埋めていけばいいん で、ね、でもそれやるかやらないかでなんか綺麗にできた感が、ね、うん、そうですね、変わってきますね。それはありますね。さあ、はい、とりあえずなんかこういいかなっていうのができたんで、はい、枝を取れ叩き込みますね。この辺かな、うん、幹を、そう、2か所ぐらい頭がなんかあるんですよね。幹をぐにゃっと曲げてそれを下に向けてるんですよね、うん、これで太く見えると。そうですね、細い幹が太い幹に見える、うん、そうですね。そしてやがて合体すると。そうですね、この辺とこれが頭になるか、はいはい、これ正面でこれ頭になるか、こっちを正面でこれが頭になるか、こんな感じですね。でとりあえず枝を畳み込んでって、はいはい、入ってる。静止。静止が終わりまして。終わりました。とりあえずこんな感じで。わかんねえ。わかんねえ。こんな感じで。ちょっと当初頭は2つなんて言ってたんですけど、ここがいいかなと思ってます。ちょっと待ってくださいね。はいはい、位置的にはなんかこの辺も、この辺も見れるかもしれない。正面枝ありますけど。うんうん、でもさっきのとこかな。ここもいい感じしますね、うん、まあ、とりあえず曲がってるよって感じですよね、うん、ここ、うん、でいいんじゃないですかね、うん、これ一度並べてみますか。あ、そうですね、5センチになってるかどうか、まあ、大きさ的には同じぐらいですよ。ぐらいですか、いってますか。ここにあって、うん、幹の形も似たような感じだし、ね、あ、やった。じゃあ勉強の甲斐がありましたね。あとはこの枝がね、はい、もうちょっと落ち着いてくれたら。そうですね、こっち落ち着いてますもんね。こう枝のね、うん、棚ができそうな感じだけど、こっちまだまだ、こっちはね、うん、上から葉っぱが出てる感じなんですね、うん、枝が、うん、小枝が、なるほど。あ、こう下ろしてるって。そうですよね、これ、うん、そう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 、上から出てるやつを、うん、なんかこう振ってる感じ、はい、うん、これは、ね、いろんなとこから出てるから。そうですね、まあ幹から出てる枝で作ってますよね。ちょっと今この辺が上からも、これもね、一応枝を持ってきてこの辺のガランドを埋めたんですけど、はいはい、はい、この辺もまあ充実してくると思うんで、うん、大事だと思いますね。その幅がやっぱ広く感じますよね。あ、このね、これは広いですね、やっぱりね、こうやって見ると。そうですね、だからもう一段本当は畳み込みが必要なのかもしれないですね。そうかもしれないですね、うん、これだの、うん、あとは先端積んでってこう追い込んでってね、小さくするって、はい、まだ1年目なんでね、3年ぐらい打ち込んでいってどうなるかですよね、うん、ということで終わりに言うことから始まってきた、うん、皆さん分かったでしょうか。分かったでしょうか。小さすぎる木は撮影しづらいというピンボケはするしよく見えないっていう。そうですね、感じがね、そういう感じがました。そういう木はまだまだ、まだまだ大野さんのところに。あ、でももうないか、あんまりね。これはあんまなかったですね。あんまり広間さんもこんなの差し消すればね、うん、できそうですよね。2、3年かな、うん、ですよね。1年じゃちょっと難しいかもしれない。そうですよね、2年ぐらいすれば。そうですね、作れますからね。できますね、これ全部できそうだな。ね、できそうですよね。持ってかないでって言われたやつ、うん、よかったですね、買って、うん、まあよかったですね。大野さんの大きいやつもかっこよくなりましたもんね、うん、そうそうそう、これもね、いきますか、いきなりおまけコーナー。おまけコーナーとりあえずこれとこれとこれと、うん、まあこれがあれば、針金切り、この3つがあればなんとかなります。針金切りは何でもいいです。そうですね、うん、そうですね、やっとこのなきゃちょっと、あ、あればね、針金つかめないから。そうですね、あった方がいいですね、うん、もうこの辺の道具は、はい、あればできるということですね。あればできる、はい、木はね、本当に下手すら数百円の、うん、そうですね、木でできますから。そう、これはそうですよね。これ700円の。もう分かんなくなりました。はいはい。どうですか。こんいい、ああこれね、ごめんなさい。もうすぐ人の話を無視するってどうですかっつって。どうもこうもなくないですか。いいじゃないですか、いいじゃないですか。
いいじゃないですか。イメージはこう、やっぱバラをイメージしたね。バラですね。いや、まさしくほら、タコ作りって。タコ作り。うん、こんなやつですよね。芯があって、こうね、一見こう、株立ち風に作りそうな、ね、あのやつですけど、それをこう、ギュッと縮めたってことですよね。それもこれしかできませんでした。うん、いや、いいじゃないですか。自作で。自作で。素材作りみたいな感じですよ。うん、そうですね。今これ作っといて、来年、どんだけ遊べれるかみたいな。そうですよね。感じですよね。そうですよね。ということで、手軽にできる芯箔のミニ盆栽。作りですね。5センチはできた。できたっていうことですね。ですね。そうそうそう。これですね。5センチ盆栽、5センチなんですかこれ。あ、でも5センチ切ってますよね。4.5。そうですね。5切ってますもんね。切ってます。いった。ついに。はい。あとはこれをね、化粧鉢に入るぐらいまでいければ。そうですね。そうですね。これシャリも使わないと。うん。これなんか多分この間トリオですね。これね。うん、邪魔ですよね、これね。正面ですね。そうそうそう。ということで、5センチ盆栽できましたっていう。できましたと。おめでとうございます。ありがとうございました。以上ですね。はい、ありがとうございました。もう一個作ったと。そうですね。そうですね。今日は、もう一つ。これは、あ、どれだっけ。わかんないでした。これだ。これはね、あの、ツイッターで撮影前の形は作ってますんで。はい、これも5センチぐらいですかね。はい、これも完全なあの圏外だった木ですね。半圏外だった木。あ、そうなんですか。うん、半圏外だった木を起こしてこう戻して、模様木にしたってやつですね。はい、圏外に逃げるな。ダメか、使えないか。この辺が、これが昨日やったやつですね。これが昨日やったやつ。あ、これもこの2つが昨日やったやつですね。はい。はい、で今日やったやつがこれと、これとこれですね。はい、病気です。病気です。病気です。はい、はい。まだまだありますんで。ただあの動画としてはもう、この畳み込みも十分撮ってるんで。もう十分。そうですね。ちょっと違うの考えます。ちょっと違うの考えます。できれば。はい、ただちょっと雑木がこの時期にできないということなんで、そうですね、あんまりね、ちょっと考えますんで、ご用とかが、そうですね、あればね、見たいですね、やりたいですよね。帰れって言ってますね。帰れって言ってるんで終わりしましょうか。終わりしましょうか。はい、動画のご視聴ありがとうございました。はい、盆栽Q ではスポンサークレジットを募集しております。詳しくは概要欄をご覧ください。よろしくお願いします。こんなお得な企画ができたんですか。そんなにお得な企画ができたんですか。広告です。広告です。はい、ぜひお願いします。